はい、こんにちは、野原です。今日もね、うちの中からお送りしてます。東京地方ね、今日も快晴ですね。非常にいい天気です。先ほどね、洗濯をしまして干しておりますが、まあ、夕方にはカラッと乾くんじゃないかななんてね、思っています。今日は、10月の17日ですね、火曜日ですね。非常にいい天気です。ただちょっと気温が高いんで、部屋の中扇風機回したりしてます。エアコンいるほどではないんですかね。まあ、カラッとしてるんでね、いい感じの天気です。はい、今日のテーマなんですけど、腰痛になりましたっていうのはこんな話です。はい、今朝起きて非常に腰が痛い。なんだろう、筋肉痛なのかな、ちょっとわかんないけど。なんていうのかな。骨とかではなさそうなんですが、多分ちょっとね、寝違えてるような状態なんで、これからね、午後、整形外科に行きます。まあ、あんまりひどくはないと思うんですけど、やっぱりね、ちょっと、動き回るのに非常に、嫌だったりとか、靴履くの大変そうだなと思います。そんなわけでね、特別ね、寝たきりになっちゃって動けないわけではないんですが、重症ではないんですが、一応念のためね、整形外科に行く予定にしています。現在ね、お昼の12時半ぐらいですね。ちょっと、この後に昼食を食べて、それからお出かけですけど、まあ、たまにね、腰痛くなんですね。で、なんだ、寝ててなったので、まあ、筋肉痛なのかなと思いますが、ちょっとね、心配は心配です。まあ、寝たきりになっちゃうことは、まあ、ないと思うんですけどね。まあ、そんなわけで気をつけてね、ちょっとね、行きます。で、ちょっと痛み止め飲んだりはしたんですけど、まあ、医者に行って、まあ、レントゲン取ったりするのかな。ちょっとわかりませんけどね。一応ね、行きます。で、今日はね、まあ、天気いいんでね、まあ、楽なんですけど、これ雨降っててね、傘とかさして、荷物持ったりすると、もう最悪なんですけど、まあそんなこともないので、まあまあいいかなと思います。で、やっぱりね、なんだろう、こう今がんになってね、なかなか運動ができなくなってきたりとか、やっぱり体幹をね、少しね、鍛える運動しなきゃダメなのかな。まあがん、食道がんだからね、安静にとかして、ね、動かないような状態になってくると、やっぱり体の、なんていうのか、機能も落ちてくるし、適度な運動とかね、した方がいい。僕はね、いいんだと思います。だから少しね、なんだろう、バランスボールのようなものに乗るとかね、体幹を鍛えるようなことをね、少しずつしていくような状態に戻していかないと、やっぱりダメなのかなと思います。で、まあ、1日、例えばまあ、5分とか10分とか、そのぐらいでいいと思うんですよね。そんなにバッチリやる必要もないと思うんだけど、その分ね、なんていうのかな、体がね、楽になればいいかなと思います。だからちょっとね、腰痛の方が治ってきたら、ちょっとそういうことをして、あとなるべくね、歩いたり、まあ歩いてはいますね。昨日ね、なんだっけ、ガラケーの話したんですけど、まあ万歩計ついてたりするんですけど、別に万歩計を測ってるつもりじゃないんだけど、まあ見ますよね。それと1日5000とか7000とか、まあ歩いてたりするので、まあそれはそれでいいのかなと思いますけど、まあ、あと、そうですね。先ほど申し上げたように、体幹を少し鍛える、こう、運動。バランスボールとかいいんだけど、まあ、バランスボールもね、膨らますと邪魔だし、他の方法で、ちょっとね、やって、体幹を鍛える運動を少ししようかなと思っています。それで少しね、楽になればいいかなと思って。で、この後ね、まあ、ちょっと昼飯食べてね、ちょっとお出かけなんですけど、なんか、あれですか、塗り薬とかもらうのかな、ちょっとわかんないけど。昨日ね、早く寝たんですよ、実は。あんまり頼んだのが疲れ気味だったので、パパッとやることをやってから、9時ぐらいに寝たんですよ、9時過ぎぐらいに。早く寝ちゃうときたまにあるんですけど、意外とね、眠かったんで、家族みんなで、ね、ささっと寝たんですけど。で、今朝早く起きるのかと思えば別にいつもと同じように、7時半とかに起きてたんで、めちゃくちゃ早起きになったわけでもないんですけど、まあたまに早く寝るとまあいいのかなと思うんだけど、でもなんか朝憂鬱になってたんでね、非常にショックでした。まあそんなわけでね、まあ病院というかまあ整形外科行くんですが、なんかね、やっぱり、癌になってから、そう、なんかね、安静に安静にって考えてしまうことがあるのかな。だから、
なるべく動かないようにとか体力温存とかね、なんかわけのわかんない気持ちになってたことは確かです。だからそういうことではなくて、だいぶ動けるようにはなってるので、まあ、疲れない程度にね活動したりとかするっていうのことがいいのかなと思います。で明日ね、実はまあ今日は整形外科なんですが、明日ね一応がんの方のね、通院になっています。で検査結果が明日出るので、この先の治療方針なんかはね、相談するんですが、まあどういうふうになるのかなちょっとわかんないけど、まあ多分ね、なんだろうな、また抗がん剤やるのかなと思うんですが、で現在のところまあどうなのっていうことですけど、かなりご飯食べれるようになって食道の引っかかりがなくなったりしました。でなんかね夜中にちょっと喉が開いて水飲むとなんかゲッて引っかかったりする感覚あるんですが、ほぼほぼ問題ないんですね。だから今のところ本当に今まで通りの生活ができるようにはなってるので、やっぱり放射線治療の影響と抗がん剤治療の影響、まあ、放射線治療の方が多いのかなと思うんですが、食道がんのね、こう患部のがんが小さくなってるっていうのは、これはね僕の体験というかね実感でものすごくあるんですね。だからすごい素晴らしいし、体重もまあ50キロぐらいに戻ってきてるのですごいなと思いました。一時期ね本当抗がん剤の副作用等で、30キロ台とかになってたんだけど、ドクターはこの抗がん剤合わないから別の抗がん剤チェンジするって言ってすぐ変えたので、その後のねひどい副作用っていうのはなくなったんですが、体重もね本当戻ってきて、あとまあ転移が結構あるので、それは全部全て消えてないっていうことなんで、またその方の治療もね考えていかなきゃいけないのかなと思ってます。はい、すいません、ちょっと水を飲ませてください。今日ブリタの、お水ですよ、いただきます。今日もお水いただきます。あ、美味しいですね、いいですね。水ね結構飲むと、意外といいかもしれない。はい、まあ、昨日ねガラケーの話したらちょっと何人かのね方コメントいただいたんですが、なんか結構持ってる人多いんですねガラケーね。で意外と使いいし、でさっきね整形外科電話したりとかしたんですが、あ、じゃあ午後来てくださいっていうことなんで全然 OK ですね。なんか電話するだけだったら全然楽ちんなんですね。なんだろう、スマホはほとんどまあパソコンのような感じなんで、ガラケーで電話だけだったら全然いいのかなと思います。ただなんかね、なんだろう、電話っていうかまあ、スマホ2つでガラケー1個で3つになっちゃったんで、持っていくのちょっとめんどくさいかなとは思うんですけど、まあまあ、それはまあそれでしょうがないかなと思いますけど、しっかりね、また、使っていきたいなと思っていますがね。意外とね、ちっちゃいし、軽いし。まあ、あと何年か、多分3年か4年ぐらい使うのかなと思いますけど。で、過充電しなければね、電池も意外と持つと思うので、なんだろう、フルに充電するとね、やっぱりバッテリー痛むしね、よくね、なんか寝てる間に充電してる人いますけど、あれ絶対やめた方がいいです。僕絶対寝てる間に充電というのはしないんですけど、起きてる間充電して90%ぐらいになったら、充電器から外しちゃうし、充電をやめてしまいます。その方がね、バッテリー長持ちしますし、全くゼロにするとか、あと過充電で 100% パンパンに充電させるとかっていうことをしなければ、多分、電池もかなり持つんじゃないかな。意外とね、いいんじゃないかなと思います。まあ、電池っていうのはなんか3年とかその辺で多分寿命が来るので、まあそれ以上使えればまあ同じかなと思うんですけど、まあそんなわけでね、まあ過充電をしないようにはね考えていますが、まあどのぐらい今使えるのかわかんないから、まあ国内産のなんかシャープでしょ、シャープってホンファになっちゃってるのか、まあでもまあそんなにすぐ壊れることないだろうし、意外とね何年か使えると思いますけど。はい、なんかこうやってやるのもちょっとやっぱりね、椅子に座っててもね、ちょっと腰に違和感があるんでね、ちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、お風呂にさっきシャワー浴びたんですけど、やっぱシャワー浴びるときついですね。足洗おうと思って、石鹸で足洗って、ちょっとかがんだりするとね、結構大変なんですけど、だから、ちょっとね、あ、これは重症なのかなと思ったんだけど、でもそこまでひどくないかなと思って、
いいんですけど、意外とね、僕体重がないからそんなに腰悪くならないのかなと思ったけど、そうじゃなくてやっぱり歩ってる姿勢とか、これ猫背になってたりするとやっぱりそれなりに腰に負担くるのかなと思って気をつけていますが、あとかがむときね、やっぱり腰を落としてね、下のかがむようにしないとやっぱこう、腰に負担かかるんでね、日常生活のね、そういうの気をつけないといけないかなと思っています。重いもの持ってね、いきなりかがんだりするとすごいことになりそうなんでね、腰を落として荷物をこうと持ったりとか、そういうことをね、日頃からしないとね、本当に腰悪くするとね、寝たきりになってしまうことも多分もしかしたらあるのかもしれない、気をつけなきゃいけないと思います。でまあ今日素晴らしい天気なんでね、本当どっかね、本当行けばいいんですが、なかなかそういうわけにもいかないんで、ちなみに明日ね、まあ病院早く行かなきゃいけないんで、今日またね早く寝なきゃいけません。ね、血液検査も多分やるような予定になってるんでね、血液検査は別にやらなくてもいいんだけど、まあ予定入れられちゃってんでね、やるようになりますけどね、まあこれからねどんな治療方針、なんかちょっと不安なとこもあるんだけど、オペするとかって言われたらちょっと嫌だしね、まあでもそれでまあがんがね完治する方向がねものすごく早くなるとか、確実にそれがいいっていうんだったらそれで行っていく方法が一番いいんでしょうけど、まあ今はねこうやって調子がいいんでね、そういうこともねあんま考えたくないんですけど、まあちょっと明日ね、不安は不安です。何言われるのか分かんないんですけど、まあちょっとね、ドキドキで病院に行きますけど、まあ今日は早く寝ますけどね、明日はまたねいい天気なんでね、そういう面でねいいのかなと思います。まあ今日ねしっかりね、これから整形外科の方行ってきます。そんなわけでね、腰痛皆さんも注意してください。本当に何になるか分かんないしね。でまあ近いんでね、歩いて5分ぐらいの整形外科なんで、大変ではないので、行くのはそんな面倒くさくない。で帰りちょっとね、キッチンのねなんかね、お皿洗うスポンジとかはねなくなってるんで、それをちょっと買いに行ってこようかなと思っていますがね、まああれですね、なるべく無理をしないようにちゃんとね直していきたいと思っています。皆さんね、最後の見てくれてどうもありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。さよなら。このチャンネルでは、ね、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法の、ね、話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれて、ね、ありがとうございました。はい、あけみちゃんバイバーイ、はい